もうお前は考えるな。アバッキオのムーディーブルースに頼む。終わり、全ては終わりだって。逆らわずにローリングストーンズを受け入れれば安楽に追われたのに。我々は皆運命の奴隷なんだ。やはり形として出たものは変えることはできない。何者たちか知らないが、彼らはこれで苦難の道を歩み、そこで何人かは命を落とすことになる。しかし彼らは全員こうなのか。あそこから飛び降りて石を破壊するとは、あのブチャラティという仲間のために。彼らがこれから歩む苦難の道には何か意味があるのかもしれない。彼らの苦難がどこかの誰かに希望として伝わっていくような大いなる意味となる始まりなのかもしれない。無事を祈ってはやれないが、彼らが眠れる奴隷であることを祈ろう。目覚めることで何か意味のあることを切り開いていく眠れる奴隷であること。おい急げよ。おめえが先へ行かねえで誰がブチャラティの負傷を治すって言うんだ。おいジョルノ、気ぃつけな、トリッシュ。ありがとう。何かが急に足元に。トリッシュ、おいトリッシュ、どこだトリッシュ、トリッシュ、おいジョルノ、どこだトリッシュは。驚いた。トリッシュならそこにいる。ミスター、ミスタージョルノ、ここよ。つまずいたのはこの石柱じゃないわ、その影よ。私を置いていくな。君らに置いていかれたらここからコロッセオまでだって何日かかるかわからない。お、ポルナレフかよ。ポルナレフさん、生きてたのね。でも精神の入れ替わりが元に戻ったんなら、あなたの魂はつまり亀と。俺の肉体はすでに死んだよ。だが魂が吸い出された瞬間、この亀のスタンドにしがみつくことができた。鍵から外には出れないが、幽霊としてしばらく住まわせてもらうことにしたよ。へえ。しかしあんたが元気だったのはめでたいんだがよ、まだ終わりじゃねえ。殺すようにブチャラティの傷を治しに行くんだ。ブチャラティ、彼の魂は確か。ちょっと何してんのよ。あ、いや終わり、おめえの言う通りだと思ってよ。俺やっぱり変な匂いかも。これが俺の匂いかよ。香水つけようかな。そう、なんかあの時変なこと言っちゃったけど、必死だったせいか別に気にならなくなったわ。逆に結構懐かしいななんて思ったりして。そうそう、ええ、でも変な指。どうする、そいつを。去ってしまった者たちから受け継いだものはさらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢は亀の中にしまえ。それでいい、ジョルノ。それでな。それが生き残った者の役目だ。行こうか、殺せ。